上空はとっぷりと暮れました。試合開始の時にご覧いただきましたように、きれいな青空が広がっている甲子園の上空。神戸海洋気象台の午後6時の発表によりますと、西日本は引き続き移動性高気圧に覆われています。このため京阪神地方では今夜から明日にかけても穏やかな晴天が続きますが、明日は弱い気圧の谷が通ることもあって時々雲が広がりましょう。また明日の朝は山間部を中心に冷え込み、遅霜の降りる恐れがありますが、日中は気温も平年並みで暖かくなる見込みです。非常に穏やかな春の晴天が続いている京阪神地方、風はご覧のように右から左へ晴れを象徴する浜風が吹いています。さあ、ジャイアンツ投手陣が最も警戒しているのがこの人。昨日好投した西本の話によると、バースがもう去年とは全く違うと言ってますね。そうですね、はい、すごい気迫で向かってくるのが分かるってますよ。まあ自信でしょうね、日本の投手に慣れたということもありますね、はい、やはり先ほど言いました予想力ですね、はい、初球がストライク。マウンド上佐田岡、低め選んだ。この前の対戦では佐田岡からヒットを打っていないバースです。ただちょっと西本あたりはね、やはり力で押してきますから、はい、なんて言いますかね、それに対するバイスは力がありますからね、はい、ワンエンドワンから外側へ。ちょっと攻め方が、はい、なんて言いますかね、バースに対しまして僕はちょっと研究の余地がまだあるんじゃないかと思いますね。あ、そうですか、ははちょっとこう一本調子すぎる嫌いがありますね、はい、昨日はしかしなかなか西本うまく攻めてましたね、ボールカウントワン・ツーちょっと遅れました。ボールの下を叩きまして後ろへファウル。ボールカウント2エンド2。昨年のペナントレース、オールスターゲームを境にして後半見違えるようにホームランを量産しだしたこのバース。まあ、今シーズンはこの人をホームラン王あるいは打点王に挙げる人もいるわけです。私も実はその一人なんですが、この人今年はもう有力な候補でしょう。カーブ、大きなカーブが外れました。 2-3。鎌田さんはどうですか、今シーズンこのバースどのぐらい活躍すると予想されますか。そうですね、今のところね、僕は今言いましたようにね、ちょっとまだ各ピッチャーですね、はい、バースのその弱点をですね、はい、見つけられてないですね。そうですか。痛烈なライナー、ライナーだ、入るか、入りました、ホームラン。バースのものすごいホームランが出ました。第3号、文字通り弾丸ライナー、素晴らしい当たり。ライトラッキーゾーンへ一直線、うーんといった表情の王監督、にこやかに迎えるタイガース全員、両チームの現在の勢いをも象徴しているような場面です。いや、それにしてもものすごい当たりでしたね、鎌田さん、タイミングがぴったりですね。今の変化球でしょう、カーブですね、カーブでしょう、うまく捉えましたね、はい、あの低いライナーでね。あー、今私実際に見てないんですが、近鉄のマネーがね、ああいうホームラン打つそうですがね、あーすごいですね。今年はバースはね、右足がちょっと少し浮かしてるんですね、それによって力が余計加わってるようですね。あー、そうですか、いやー、ものすごいですね、まさに大リーガーのホームランです。続いて佐野、昨日は幸運なタイムリーヒットを打ちました。バント失敗した後のヒットですから、本人もどうなんでしょう、ああいう時後味がいいんでしょうか。まあ多少ほろ苦いような喜びを味わってるでしょうがね。いや、しかしあの辺が佐野らしいところですね、はい、まあ、通常の選手ならバンドを2つ失敗してしまうとね、はい、もう精神的にめいってしまいますからね。そうなんですね、ああいうヒットはちょっと出ないんですが、ああいうと開き直って打つのがね、そうなんです、佐野のいいところなんでしょうね、ボールカウント1エンド1。いやー、バースの本当に目の覚めるようなものすごいホームランで満員のスタンドが沸きに沸きました。好投佐田岡、先日もホームランに泣きました。今日も先制点はバースのホームランです。ノーアウト、近めいっぱいのストライク。
佐田岡の得意とするあの大きなカーブをバースに打たれました。トゥートゥーです。全力投球、速球がインサイドズバリと決まりまして、佐野読みが外れたのか、これを呆然と見逃しました。ワンアウト、バッター7番のショート平田と変わります。昨年と比べるともバッティングは大いに伸びました。とにかく見た目で分かるのは振りがシャープになりましたよね。そうなんですね、まあ、昨年はちょっとスピードピッチャーになれませんでしたけど、今年は慣れてますし、はい、キャンプで非常にこうよく素振りをしたようですね、はい、随分バットスイングしたんでしょうね、まあ、彼とそれから吉武、北村、あの辺がね、はい、まあ、スイングはシャープになりました。インサイドの棒も比較的振りが速くなりましたから、はい、ですから今年は近めも振り切ってきますもんね。初球ストライク、スライダー外角へ決まった、トゥーナッシング。平田はここまで6安打を打って2割6分1厘、バースに痛いホームランを打たれました。先発の佐田岡、追い込んだ佐田岡、セカンド正面です、回り込んだ篠塚、一塁へ、ツーアウト。バットの芯で捉えましたが、心持ち急速に押されている感じ。打球はセカンドの左へ飛んでいきました。ツーアウト、ランナーありません。バースの先制ホームランで1点リードしている阪神タイガース。その後は2者凡退して、今日先発でマスクをかぶっている8番のキャッチャー山川。もちろん経験は不足ですが、プロに入ってもう6年目。30歳になろうという山川です。この人は西武に入った時ドラフトの上位なんですよね、はい、2位か3位で指名されてるんですよね。外角の変化球、空振り、ワンエンドワン。したがってその下積みが長かっただけに山川にとっては今がチャンスなわけですが、ツーアウトランナーありません。外角のスライダー、空振り。佐田岡、山倉のバッテリーです。阪神巨人の今シーズン第5戦、まだ阪神は負けが一つもありません。ああ、内角の速球、見逃し三振、これはいい球。見事なホームランを打ったバースがゆっくりとこれから守備位置に向かおうとしています。この1点はバースのライトラッキーゾーン一直線ライナーのホームランによるものであります。今日は阪神に先手を取られました。じっと腕組みをしている三塁側の王監督、試合が始まりますとこういう厳しい表情をほとんど変えませんが、試合の前はいかにも王さんらしく報道陣に対しても丁寧に受け答えをしています。普段と全く変わりませんが、試合が始まりますとガラッと表情が一変いたします。初球ストライクを取りました。マウンド上の伊藤、バッターボックスには8番のキャッチャー山倉が入っています。バッティングの調子はそう悪くないんですが、思うようにヒットが出ませんで、まだ3本だけ、打率は1割3分6厘です。思い切ってボールが読み込めてないですね。ああ、そうですかね。好調時は彼はもっとこう左足をねタイミングよくこう思い切って上げるんですよね、上げてきますね。まだ今中途半端ですね、ですからこうボールを読み込めてないと言いますかね、はい、2ストライクノーボール。スピードを殺して外角外しました。今日は立ち上がりから意識してああいう緩い球を混ぜている伊藤、なるべくピッチングが単調にならないように心がけてるんでしょうね、本人としては。そうですね、まあ、山川がその辺バックを引き出してるようですね、はい、今日はなかなかいいですよバッテリーね、はい、あ、うまい。これは外角高め、ボールを振らせました。バッテリーの勝ち。どうも開幕以来チーム成績はいいんですが、
キャッチャーが泣きどころと試合ごとに言われているタイガースのキャッチャーですが、今日の山川はなかなかリードも冴えているようです。とにかく1回に相手のダブルスティールを刺す好送球があって、あれでぐっと自信ついたでしょうからね、山川思います、ね、気分よくしてるでしょう、はい、判断が良かったですね、はい、バッターは9番のピッチャー佐岡に変わります。初球ストライク。今日の伊藤にしましても、はい、佐岡にしてもどちらもいいですね、はい、ピッチング内容がね、ボールが走ってまして変化球のキルもいいですしね、相当スピードもありますよね、はい、佐岡もいいですよ、はい、ファーストゴロワンバウンド、バースが弾いた、ピッチャーベースカバー間に合ってアウト。ちょっと佐岡が全力疾走しなかったですね、思い切って走っていればあるいはというタイミングでしたが、全力疾走をちょっとしなかったような感じで一塁間に合って2アウト。バースを強襲しました、ものすごいゴロでした。2アウトランナーありません。バッター1番の吉村に戻ってきました。次のバッターの河野と何か話し合ってますね。まあこれはあまりようじゃないようなんですよね、はい、ピッチャーが今打ったところですから、ややこうピッチャーが帰ってアンダーショットを着替えるとか一息つかせようってわけですな。そうなんです。なるほどね、用事はないんでしょうけど、はいはい、用事はないですかなるほどね、そうかもしれませんね。なんとなく時間を稼ぎました吉村、先ほどは幸運な当たり損ないのヒット。この人は何か突きを持っている感じです。さっきのヒットが4本目、これで6打数4安打ですからね、当たってますね、昨日のタイムリーヒットは見事でしたね、はい、昨日先制点を叩き出したのはこの吉村でした。打力を買われまして今日は1番先発に抜擢されました吉村。おちょっとバントの構え、そこへ緩いカーブを投げてきた伊藤。ボールカウント1エンド1、吉村がバントの構えをしたのを見て掛布がぐっと前へ出てきましたが見送ってストライクです。ボールカウント1エンド1、掛布はそのまま浅く守っています。ベースのすぐ横外角へちょっとボールを落としました。低いのかと山川は確認しています。まあここまでは見送るつもりじゃなかったかと思いますね、はい、先ほど言いましたね、ピッチャーはやや休ませるというふうな気持ちなるほどね、バントでもする気はなかったでしょう、はい、早打ちしないということですね、はい、まあここからが勝負ですね、はい、さあボールカウント1、2になりました。近め選んだ際どいコース、ちょっと不満そうな伊藤、相当自信を持って投げ込んだ内角速球ですがわずかに外れました。ワンスリーです。バッターは当たっている上に幸運もついているという1番の吉村。伊藤としてはこういうバッターは警戒しなくてはいけません。ワンストライクスリーボール、低め外れてフォアボール。やはり当たっているバッターにはピッチャーもちょっと投げにくいのか、吉村にフォアボールを出しまして2アウト1塁です。吉村は連続出塁、先ほどは内野安打、今度はフォアボール。そして2番のコードに打順が回ってきました。さあ2アウト1塁ですから、昨日2盗塁を果たしている吉村、ここは今度は走ってくるのではないでしょうか。先ほどはヒットを打ってまして出塁ですね、はい、今回フォアボールですがね、はい、どちらかというとヒットを打った方が盗塁のスタートないし気分が乗るんですかね。あそうですか、フォアボールよりも、はいはい、まあ、そういうもんですがね。なるほど、しかし先ほどちょっとスタートが悪かったんでしょうかね、もう一歩手前二歩手前で殺されましたね、はい、一塁ランナー吉村、一塁手はホームランを打ったバース。バッター2番の河野、吉村動きそうです。牽制球手から戻りました。
盗塁をするときの方はかえってリードが小さいということを前に聞いたことなんですが、やはり鎌田さんそういうもんでしょうかね、心理的に。まあそういう方もおりますけども、はいはい、しかしもう慣れた人でしたら同じリードでいきますね、はい、そうですか、二度とも手から戻りました。今日は十分相手の走塁を警戒しているマウンド上の伊藤、初球走りません、ストライク。まあ、山川のいいところはこういうふうにね、はいはい、走るケースでもあまり気にしないと言いましたかね。こう気にするキャッチャーはピッチャーの配球まで乱してしまいますから、結局ペースを乱してしまうということがありますけども、はいはい、比較的こう、ね、走るケースでもね、はい、そういうふうな振りを見せないんですね。ピッチャーは助かります、そういう意味では、はい、ランナーのリードはおよそ3メートル、手から戻りました。牽制系には全部手から戻ります、吉村。それだけ目いっぱいリードを取っているわけです。ここで河野がタイムを要求。阪神の1点はバースのものすごいライナーのホームランです。今シーズン第3号のソロホームラン。ジャイアンツは最初のチャンスを逃して得点ありません。スタートを切った、これはいい球、キャッチャー二塁送球、これはアウトか、アウト。今日は冴えてますね、キャッチャー。タイガースのキャッチャーが二塁盗塁を刺したのは今シーズン初めて。とうとう吉村を刺しました、バッテリーの勝ち。高めの速球、絶好球でした。送球がワンバウンドでしたが、平田よくショートバウンドをすくい上げタッチしたアウト。タイガースの3人のキャッチャーが二塁盗塁を刺したのはこれが初めて。今日の山川好調です。3回の表を割って1対0、タイガースのリードが続いています。タイガースのキャッチャーがとうとう二塁盗塁を刺しました。よくそのいきさつを知っている阪神ファン大喜び。バースの見事なホームランの後は今度はキャッチャー山川の好プレーで、もうタイガースのムードは高まるばかりです。力投を続ける伊藤がこの回の先頭打者。3回の裏、マウンド上は貞岡。バースにカーブをホームランされましたが、投球内容としては鎌田さんちょっと言われたように今日の貞岡いいですよね。いいですよ、今日もいいですね、はい、スピードはいいですし、はい、キレもいいですしね。カーブ当たり損ない、ショート浅いゴロ、突っ込んだ河野、慌てず一塁へ。伊藤は全力疾走、あと一歩及ばず、よく走りましたが一塁アウト。投球内容は決して悪くありません。許したヒットはあのバースのホームランだけです。打順が1番に戻りまして吉武、今日最初は当たり損ないのファーストゴロ、これが2回目。開幕試合の当たりはどこへやら、現在1割並ぶ2厘という定率です。まあ打率が2割5、6分でもいいですから、もう少しフォアボールを選んで出塁率を上げなきゃいけませんよね、1番は。そうですね、まあ今のところ西本、貞岡、はい、この辺の一流ピッチャーにね、はい、惑わされてますがね。そうですね、もうああいうふうにインサイドカーブ、外へのシュート、はい、インサイドの高めね、もう本当に惑わされてます。昨日も全く打ち上げんでましたからね、西本。ですからこうなんとかミートミートというふうな気持ちが強くてですね、本来のこうため、まあというものが忘れがちですね。あ、そうですか、当てよう当てようという気持ちの方が強いですね。なるほど、2ボールナッシング、カーブが決まってストライク。今日は貞岡スピードもあるし、今のようなカーブも非常にブレーキよく大きく曲がり落ちます。ボールカウント 1-2、 乱数表をちょっと確認しました。落ちる球、ピッチャーの頭、ショートベースは追いつけばファインプレーですが、内野安打。河野、お手玉、ご覧のように内野安打。これは本当に幸運なヒット。これもハーフスイングですもんね、中途半端なバッティングですが、非常に打球がいいコースへ飛んでいきました。お手玉をしなくても一塁にはセーフかアウトか微妙なタイミングになる当たり。吉武はもう全力疾走、ちょっと焦った河野がお手玉、ボールが手につきません。
まあ、肘のこう伸ばし加減、縮ませ加減というふうなテクニックのいる今の頃ですね。あ、そうですか。さあ2番の校長広田、3試合ぶりで戻ってまいりました。タイガースの新戦力、35歳のベテランの広田。あ、何かサイン出してますね。何か動きそうですよ。一塁ランナーが吉田家、バッターは老高の広田。バントよし、ヒットエンドランよし、そして右打ちも得意という広田。しかもバッティング好調で左へホームラン2本を飛ばしています。先ほどはフォアボール。1点リードしているだけにここは積極的に仕掛けていい場面です。スタートを切った、ヒットエンドラン、ファウル。バットを投げ出すように難しい球、なんとか当てようとしました広田。チップしたボールが当たったんですね、キャッチャーの。そうですね、バットではありませんね。バットではないようです。バットは投げ出しましたから、ボールが当たったようですね。バットをかすめたボールがご覧のように右の肩、プロテクターを外れたあたり、右の肩を直撃したようで、今の場面ですね。これでバットを出した、あ、当たってますね。わずかにバットをかすめたあの速い球が右の肩を直撃。あいにくとプロテクターがかかっていない部分なんですね。右の肩の本当に端の方ですが直撃して、これはちょっと痛そうです。スローイングに影響がなければいいんですが、まあ、キャッチャー控えのジャイアンツの方は手薄ですからね。はい、山倉が怪我して退場しますと、これピッチャーが1人かけたぐらいの重みがありますから。これは痛いですよ、山倉がもし退場するようなことになりますとね。これは三塁側、おそらくは心配そうな表情をしているであろうジャイアンツファンが詰めかけています。今日は一塁側、三塁側、レフト側、ライト側を問わず内外野満員の甲子園球場。再三申し上げますが、4月としてはまさに記録破りの大入り満員です。まあ、この山倉のキャッチャーが何て言いますかね、もう非常に進歩したと各選手言いますね。はい、他のチームの選手がね、いいキャッチャーになりましたよね。その配球といいね、はい、まあ、我々がやってました頃 の、 あの、森保ですか、はい、あの人 も、 もうピッチャーよりもキャッチャーの方がいいです、嫌でしたかね、はい、あの森さんは日本シリーズで最優秀選手になったこともありますもんね。あ、ともかく、まあ、読みと言いましょうか、はい、眼力と言いましょうかね、はい、そういうものが素晴らしかったですね。一球外して2エンド1、バッター好調のベテランの広田。一塁ランナー吉武、2球目のヒットランナー、ヒットエンドラン、さすがに難しい球をうまくファウルで逃れました広田。あれがベテランの味です。波のバッターだったら空振りする球をファウルしました。避けたバットファウルです。バットに当たりました。近めに食い込んでくるシュートボール。まあ、2番バッターの価値観はこういうふうに追い込まれて何ができるかということですね、はい、そうでしょうね。まあ、鎌田さんは2番長年の経験があるわけですがね、まあ、ワンボールツーボールいいカウントの時はね、こうサインがありますし自由にできますけども、はい、追い込まれてから敵のバッテリーを呼んでですね、はいはい、エンドランにするのか右打ちにするのか、はい、単独フリーで打つのかですね、はい、その辺の判断力と技術対応性が必要ですからね、はい、どうできるかという問題ですね。さあ、ここでそういう広田がベテランの本領を発揮するか。ボールカウント2エンド1、外側バットを投げ出してファウル。これも難しい球、うまくファウルで逃れました。まあ、こうしながら臭いボールをなんとかして粘り抜いてですね、はい、そしてボールを選んでカウントを良くしてエンドランのチャンスに持っていくという風なね、はい、技術が必要だと思いますね。 2-2 まで持っていけばチャンスになりますからね。そうなんです。2エンド1、2ストライクを取られた後本当に際どいコースをよくファウルしています。ただベンチの作戦的に、はい、1ストライクからヒットエンドランをかけましたね、はいはい、ちょっと僕は無謀だったと思いますがね、カウント的にはね、はい、2エンド1、右打ち、打球は右へ大きく舞い上がってスタンドへ、満員のスタンドに入りました。
しかしそういうベンチのちょっとしたミスなんかでもこういう選手は全部こうカバーしてくれますからね、そういう意味では助かるんですね、よく粘って投球は7球目です。一塁ランナーは依然として吉武、一度ヒットエンドランをかけましたがファールに終わりました。ここでなんとかボールを一つ増やすように持ってきたいでしょうね。そうですね、はい、攻める方としてはね、はい、2エンド1引っ張った左中間ライナー真ん中へ飛んでいきました。ヒット吉武二塁から三塁へ向かう。打った広田は二塁へ、三塁を回って吉武が今ホームイン。広田は三塁へ、三塁打、三塁打、阪神2点目が入りました。真ん中ちょっと低め、ジャストミート、これは甘いですね。うまく打ちましたね。左中間の真ん中を破ってフェンスへ達しました。三塁打、まさに現在の広田の絶好調を裏書きするような素晴らしいライナーが飛んでいきました。重心を落として、はい、しかし見事なバッティングですね。決して優しい球じゃないでしょう今の。そうです ね、低めにちょっと落ちる球でしたがこれをジャストミート。俊足吉武が全力疾走、二塁三塁を回ってホームイン。打った広田も見事三塁へ滑り込んだ三塁打。まあ、僕はあの打ったものも見事ですが、はい、それよりもああいうふうに追い込まれてファールして、はいはい、エンドランもファールしましてね、カウントを寄りながらなおかつこうだというふうに、ね、はい、あの辺の一つ一つの彼のその強い精神力ですね、はい、その辺が見事だと思いますね。内野前進守備、初球打った、あ、大きな当たり、これはもう文句なしのホームラン。一挙に4対0、前見の大ホームラン、夜空に高々と打ち上げました。レフトへ打ち込む見事なホームラン、今シーズンの2本はいずれも貞岡投手から。先ほどは高めのカーブを打ち損なった前見、今度は綺麗に打ちました。ちょっと差し込まれたかなという感じしますけれども、やはり手首が強いですね。あ、振り切ってますね、運びましたね、はい、この間の後楽園でもバックスクリーンに打ち込んだでしょう、サダオフから ねやはり手首が強いんでしょう。あ、同じサダオフから2本目のホームラン、ツーランホームランが出ました。一挙に4対0と差がつきました。続いて掛布登場、今日は貞岡打たれました。阪神打棒好調、3回の裏にして4対0。先日は貞岡から真由美掛布の連続ホームラン、今日はどうか。バッターは掛布です。佐田岡にしてみるとやはり広田に散々粘られて痛い三塁打を打たれた、はい、あれがだいぶショックになってるような気がするんですかね。なってますね、やはりあれだけのいいボールを投げてですね、それでファールされて粘られて、そして最後またいいボールを打たれましたね。今度はショートオーバー狙い打ち、クロマティの前でツーバウンド。昨日二塁打、掛布今シングル、今シーズン初めてのシングルヒット。王監督表情を変えません。ちらっとレフト側のブルペンの方を見ております。堀内コーチが行きます。堀内コーチがピッチャーズマウンドへ行きました。掛布が楽に打ち返してショートの頭を越えてレフトの右前へ飛んでいきました。シングルヒット。ジャイアンツのブルペンでは手前が斉藤、向こう側中条、2人の若いピッチャーが投球練習を始めています。
今日控え投手はご覧の通り入っています。隅、加藤、西本、西本今日入ってるんですね。斉藤、中条、橋本、香取、このうち斉藤と中条が投球練習。今日西本ベンチ入れてるんですね。ああそうですか。ちょっとこれは意外ですがね、まあ、どうしても勝ちたいんですよね、なんとか。そうですか。ベンチしたピッチャーの顔ぶれを見ても王監督の意気込みが伺われるんですが、頼みの貞岡が今日は打たれました。3回の裏、前見のツーランによって2点追加、一挙3点。2回のバースのホームランと合わせまして4対0。先ほどこの貞岡のカーブをものすごいライナーでライトラッキーゾーンに打ち込んだバース、先ほどのホームランが今シーズン第3号。昨年はオールスターゲームまでホームランわずか9本、それが終わってみれば35本。あの後半の爆発力はまさに驚異的でした。ランディーバース、今年は初めからもうエンジン全開。一二塁間痛烈なヒット、掛布は二塁止まります。連続痛打、佐田岡気落ちてるようです。王監督がウィンドブレーカー脱ぎましたね。変えるならもうこの辺でしょう。あとは佐野ですね、下位打線に回ってきますが、掛布とバースに連続通打を浴びて4点差をつけられて3回の裏、なおピンチが続く場面。今のバースのヒットをもう一回ご覧いただきます。いやいや手首の返しが早かったですよね。早かったですかね、それでもまあポイントがいいですから、はい、スッと抜けてきますね。王貞治監督がピッチャーズマウンドへ向かいます。もうこうなったらピッチャー変えるの仕方がないでしょう。そうですね、もう告げたようですね、はい、もう掛布に打たれたところでもう、はい、気が抜けたようになってましたね。そうですよ、なんか気力を失ったような感じですもんね、はい。福井球審が今ピッチャーを告げまして、口の動きから見ると中条というふうに聞こえましたね。ああ斉藤ですか。ああここで若い斉藤を使ってきますか。4点リードされているという、まあ、ピッチャーにとっては比較的投げやすい状況でこの斉藤を使ってきました王監督。4月6日の開幕戦に江川、香取の後を受けまして3人目のピッチャーとしてマウンドに上がりました。あの時は3分の2イニングを投げましたが、全くいいところなくすぐ交代してしまいました斉藤。オープン戦で名を挙げたことは皆さんご承知の通り、今年から投球フォームをサイドハンドに変えまして、これが成功して内外角への素晴らしいコントロール、オープン戦では再三好投を演じまして一軍入りを果たしました。川口高校出身の若い斉藤。しかし先ほど、まあ、赤松さんとも2人で褒めていた佐田岡が意外に崩れ方が早かったですね。そうですね、まあ、彼の悪いところはね、もういいなと思ってて安心してても突如崩れるというようなところら辺にありますからね、はい、そうですね、まあ、もちろん伊藤にもそういうことが言えますけれども、はい、ジャイアンツのピッチャーは斉藤に変わりました。冒頭の貞岡が2回のバースのホームランは仕方ないとして、この3回広田に散々粘られた後痛い三塁打を浴び、さらに前見に大きなホームランを打たれまして一気に崩壊。その後、掛布とバースに連続通打を浴びまして、とうとう予想外に早くマウンドを降りまして、この若い斉藤が2番手ピッチャーとしてマウンドに上がりました。まあ、若いピッチャーとしては、4点のリードをされているし比較的楽な気持ちで投げられる場面ですね。鎌田さん、そう思いますね。
ただ先ほど言いましたようにね、点数が早いでしょう、まだ3回ですね、はい、ですから伊藤もその彼自身の精神力が言いますとね、はい、5点ぐらいなければ完投できないというふうな、ね、タイプのピッチャーなんですよ。なるほど、よくそういうことを本人自身も言いますので、ね、あ、そうですかね、そういうふうにこう精神的にちょっとやや不安なところがありますので、はいはい、ですから斉藤がここ中継ぎしっかりすればジャイアンツ、まあ、当たってないともいえどもまだ追っつけるチャンスがあると思いますかね、ですから斉藤としてはここでピシャッと抑えなければいけませんが、ジャイアンツは3回の裏途中で早くも先発の佐田岡に変えまして、2番手のそれも若いピッチャー斉藤をマウンドに送りまして、今日も大変苦しい試合運びになってしまいました。まあ、ここまでは本当に現在の両チームの勢いがそのままスコアに現れている感じです。まあ、タイガースすればここを5点にするかこのまま終わるかということのところ辺で一つのポイントがあると思いますがね。まだワンアウトですからね。そうなんです、回が早いです。ワンアウト1塁2塁、はい、バッターは佐野です。外角へストライク。王監督にとっては立ち上がりのチャンスを逸したのが惜しまれるでしょうが、まあくよくよしても仕方がありません。ここはもう斉藤に任せまして後続を断ち切りたいところ。背番号31番が見えています。二塁ランナー掛布、一塁ランナーがバース。あ、ちょっと枕がボールをこぼした。あ、三塁へ投球、スタートが遅れましてランナー挟まれた、挟まれた。原が送球、今度は篠塚がタッチしてアウト。小さく攻撃したのを見て掛布がちょっとスタートを迷いまして、ご覧のように安藤監督が渋い表情。サイン違いでしょうかね、山倉にしては珍しく弾きました。しかしこの掛布の動きがちょっとまずかったですね、中途半端でした、判断が悪かったですね、原から篠塚へ送られまして篠塚がタッチしてアウト。2、3塁間ランダウンプレーになりまして2アウト、斉藤は助かりました。おそらく今の攻撃はサイン違いでしょう。キャッチングの前山倉が珍しく弾きました。この間にバースは2塁へ進塁しています。ランダウンプレーの間ですからもちろん盗塁にはなりません。2アウトランナーが2塁。この回3点を挙げました阪神が4対0とリード。外角いっぱい、1球目が見送り、2球目は外側の球を山倉が攻撃したボール、3球目今ファールしました。3球とも外角へ投げてきます。タイガースの形は本当にいい形になってきましたね、はい、ということはホームランでしか点取れませんでしたね、はい、ここしばらくね、はいはい、ところがこういうふうにアンドランで取れるということになってきましたね、本当に本調子というふうな感じがしますね。そうですね、打線全体が活気づきますよね。そうなんですね、今度は二塁ランナーが変わりまして44番巨漢のバース。掛布がランダウンされまして2アウトです。あ、徹底的にアウトコーナーを攻めています。タイガースの新人の池田がプロ入り初めての勝利を挙げたばかりで、あの人の度胸の良さがいろいろ言われていますが、この斉藤もなかなか度胸いいんですよね。らしいですね、なかなかセンスもいいらしいですね、はい、ピッチャーとしての非常に頼もしい若手ですよね。ボールカウント2エンド1、内外角いっぱいを投げ分けるいいコントロールを持っています。今年からご覧のようにサイドハンドに変えまして成功しました。落ちる球ショートゴロ、待って取った河野は一塁へ、これで3アウト。二塁にバース残塁と終わりました。追加点はなりませんでしたが、この広田が散々粘ってしかも2アンという悪いカウントから打った左中間突破の三塁打が効きました。あれで一気に佐田岡を攻略した感じ。その後真由美の大きなホームランが出まして、ご覧のように3回